どうもリンクチャンネルの横山です。岡本です。松平です。松平です。一員だったけど今日はですね、試合を第2弾、サーブの後は試合でしょう。試合ですね。今日は松平プロに試合をちょっと挑んでみようかなと思います。はい、まあ、1試合目はちょっとね、一般人である一般ピーポー岡本とプロ卓球選手、はい、松平健太が試合したらどうなるのかという、はい、結末は見えてるんだけど、いやいや、わかんないやってみないとわかんない。確かに同じ人間、同じ人間です。同じ人間で5ゲームですか。いや、3ゲームでいきましょう。しょうもないんで。もうでもね、一般人とプロが試合をしたらどのぐらい、どういう試合になるのかっていうのはね、うん、なかなか多分一般の人とやることもない、そうですね、ないし、うん、皆さん見ることないと思うので、はい、ちょっとで、終わったらですよ、はい、セミプロセミプロ一般人とプロ卓球選手の間ぐらい、ちょうど間、はい、行ったり来たりするぐらいの感じで、はいはい、私が挑戦したいなと、はい。私はですね、はい、T リーグ開幕戦の、いや、言いましたもん、そうですね、ファーストシーズンの時 T リーグ1試合だけシングル出させてもらったんですけど、そうですね、はい、その時に松平選手とでやらせてもらって、うん、1セット取りました。そうです、3セットとエッジとカードでということで、行ってみたいと思います。頑張ります。お願いします。お願いします。ダボー。あ。
ゴー。あー、バカ。ゴー、ラスト。どうでしたか？どうですか？どうでしたか？見ていただいた通り、はい、見事にやられましたね。はい、いや1セット目、まあ、ちょっとレシーブがうまくいかなくて、はいはいはい、いやなんかいけそうな気はしたんですけど。おお、なるほど。はい、いやさすがですね。なるほど。なるほど。全然ダメ。全然ダメ。全然ダメ。強い。もうね、心の中で負けると思ってるダメダメ。なんで試合中笑っちゃってるの楽しくなっちゃった全然ダメ。皆さん、次回私、マジで勝ちに行きます。もうプロだろうがアマだろうがそういうの関係ないから。お、僕は松平健太に山田の先輩後輩。そうですね先輩として全力で勝ちに行きますので、皆さん次回乞うご期待。さよなら。来ました。これから松平健太プロ全力で倒しに行きたいと思います。作戦通りです。1セット目ちょっと準備運動してました。ここからちょっと真剣に頑張ろうと思います。